続きです。4月12日明日の土曜日退院になった。車椅子をレンタルできないかなっていうんで病院に教えてもらって、包括支援センターというところに電話して訳を話したら、コミュニティセンターから今日借りてきておくので明日取りに来てくださいとのこと。電話一本で次の日に車椅子が無料で借りられるなんてすごい。しかもまだ介護申請などしてないのに。無事退院できるのはとっても嬉しいけど、抗がん剤で体が弱まってまともに歩けなくなっちゃっただなと思う。明日は張り切って迎えに行こう。手記、4月12日今朝の体重は 500g 増えてた。一進一退だ。朝ごはんはここ最近では一番食べられたと思う。ここはがんセンターだけあっていろいろながんの話が出てる。私の隣と対面の人は肺がんらしく、やっぱり抗がん剤の点滴をしている。あっちもこっちもみんな同じような点滴を持って歩いているから少し笑っちゃう。不謹慎かな。この中でも自分が一番悪いんじゃないかなと被害妄想になる。病院にいて特に何をするわけでもないけど、一日がすごく早く感じる。前の入院の時は退屈で早く家に帰りたくて仕方がなかったのに、今は家に帰るのが不安。お昼ご飯は朝いっぱい食べたせいか全然食べられなかった。消化があまりできてないんだろうな。それにしてもお腹が苦しい。このまま家に帰っても寝たきりだし、何より苦しくて耐えられないと思う。ここの先生はあまり苦しいとか痛いとかの話は声は聞いてくれない。先生が来て明日退院だと言われた。少しでもいいからお腹の水を抜いてほしい。そうじゃないと家に帰ってからも何もできないからと先生に言ったが、来週の火曜日に外来を入れるからそれまで様子を見ましょうって言われてしまった。腹水はなるべく抜かない方がいいのは分かってるけど辛すぎる。抗がん剤が効いて自然に腹水が減れば抜かなくてよかったってなると思うけど、そうなるのを願うしかないのかな。4月13日昨日は夜の7時半くらいからずっと寝てて、トイレに何度か起きたぐらいで朝まで寝てしまった。何かおかしい。もしかして終末期に入ってる。思えば昼間もあまり体を起こせずに横になっていることが多かった。もう時間がないのかな。今朝の体重はまた増えてた。抗がん剤効果の腹水の減りは期待できなさそうだ。さてとりあえず今日は退院だ。家に帰ってきた。お昼ご飯はジャンクなものが食べたくてセブンのジャンボフランクを買って食べた。案の定吐いてしまった。ベッドに横になって少し経ったらお腹が苦しくて痛くて目が覚めた。この時思った。もうダメだって。もうこんなに辛い思いはたくさん。抗がん剤はやめて緩和ケアに切り替えよう。最後まで抗がん剤は効かなかった。苦しかったで終わるのは嫌だから。このままだったらあと1ヶ月ちょっとしか生きられないかもしれないけど、それでもいいから安らかに死にたい。次の病院の外来で先生にそう言おう。式終わり。4月13日退院して車椅子でスーパー、歩いてコンビニで買い物。車椅子の目線が違うけど楽だ。猫の空が寂しがってたみたいで一時も離れずにくっついている。普通のベッドしかなく介護ベッドがなくて辛そう。前妻が緩和ケアに入院してた時、本で知ったタヒボ茶を大量に飲ませ退院したことがあります。先生曰く緩和ケアから元気になって退院した人は初めてですと。息子が結核になった時も飲んで他の人よりも早く退院して、今でもたまに飲んでます。これはタヒポ茶の宣伝ではありません。 99% の人は信じませんし当たり前です。
妻にも飲んでもらおうとしたんですが、入院中は飲んじゃダメって言われて、退院してきて今日から飲み始めました。量が飲めないので 400ml ぐらいにできるだけ濃くして作ったんですが、苦くてまずくて、それでも1日1本ノルマで飲み始めました。4月14日、私は朝から夜まで仕事でいなかったので心配でした。夜帰ってきて、私の好きな指チルを作ってくれました。体が痛くて動けないはずなのに、これで作るの最後だからって緩和ケアに入ることを決心したみたいです。涙が出ました。4月15日、明日は診察日で、抗がん剤をやめて緩和経営することと、とにかく腹水をすぐに抜いてもらうように先生に話すつもりです。家にいても本当に辛そうで、今もらってる痛み止めも効かず、トイレに何回も行って吐いたり、ほとんど出ないおしっこで苦しんだりしてます。そんな中、娘がケーキを持って妻に最後になるかもしれない料理を作りに来ました。おいしいおいしいと、ほんの少しか食べれなかったですけど、嬉しかったと思います。猫の空は24時間、妻から離れません。トイレや洗面所に入るとドアの外でおとなしく座って待ってます。まだ痛くなるのを感じてるんでしょうか。手記、4月16日、今日は病院の外来の日だ。13日に退院してから本当に苦しい思いをしていた。今朝も腹水は増えていて、多分本来の体重より10キロ以上は体が重くなっている。今日こそ腹水を抜いてもらおう。病院に来て先生と話をした。あまり抗がん剤の効果は期待薄ですね、とのこと。今後のことはどうしましょうかと、先生が言い終わる前に私の方から、もう苦しくてしょうがないので緩和ケアに切り替えてくださいと伝えた。先生も今回は反対することもなく受け入れてくれた。とりあえず今日は腹水を1リットル抜いてくれるのと、痛み止めを医療用麻薬にしてくれることになった。本当はもっと抜いてほしかったけど、危険だからこれ以上はやめた方がいいと言われてしまった。痛み止めはすぐに出してもらい、飲んでみたらびっくりするくらい痛みが引いて、とても楽になった。こんなに違うんだと本当にびっくりした。腹水も抜いてもらってちょっとだけ楽になって、家に帰ってから家事もできたし、ご飯もいつもより食べられるようになった。幸せだ。あとは緩和ケアに切り替えたことを娘たちにも伝えなきゃ。4月18日、今日から入院。緩和ケアの空きが出るまでとりあえずは消化器外科の病棟に。この前退院したばかりだから、看護師さんとかみんな覚えてくれていて、またお世話になりますと挨拶した。基本何も処置はしないと先生は言ってたけど、栄養剤を点滴するとかで12時間も点滴につながれてしまった。食べ物は何を食べても自由なので、極端な話、病院のご飯を食べなくてもいいとのことでびっくりしたし嬉しかった。半分見放されてる。でもあと何回食事を取れるかわからないから、好きなものを食べられるということはとてもありがたい。病院側もそういう配慮があってのことなんだろうな。緩和ケアという言葉は知ってるけど、実際にはどういうものなのかはあまりわからないから、正直早く行ってみたい。多分来週かな。手記終わり。続く。